それでは引き続きまして、コンテンツの問題に入りたいと思うんですが、つい1週間前にもですね、ビッグサイトでもって、国際ブックフェア賞、それから電子、その出版のフェアが開かれまして、野口さんと一緒に行って、見学したんですが、その点もですね、この踏まえてちょっとコンテンツ産業に対して、そうですね、それで、このコンテンツ産業、日本のこれから重要な産業の柱なんですけど、今まで私はね、アメリカ以前にディズニー絡みの本をたくさん書きましたので、特にディズニーのことと比較をよくするんですけれど、日本のコンテンツ産業がアメリカのディズニーに代表されるコンテンツ企業に比べると、本当の意味での戦略や戦術がないということを、ずっと言ってきたんですよ。で、具体的にじゃあそれはどういうことかというと、例えば一つ一例挙げて、日本もその最近ではそういう独自のコンテンツビジネスの戦略を作り上げてきた企業もあるわけですよ。で、ね、具体的に非常に分かりやすい例として挙げたいのは、ディズニーと日本のサンリオ、キティちゃんなんかが出してるサンリオですね、この比較をちょっとやってみたいと思いますよ。で、サンリオも非常に今いいんですよ。ようやくライツビジネスが実りを収穫の実りの収穫に入りましてね、いろいろと今事業業績いいんですけれど、一つはですね、ディズニーなんか非常に強力なミッキーをはじめ強力なキャラクターを持ってますね。それからサンリオもキティちゃんなんかの代表的にキャラクターを持ってるんですけど、このキャラクター戦略に非常に代表される両者の違いがあるんですね。で、ディズニーの場合はこれはですね、非常に自分のところが強力なキャラクターで、ワールドキャラクター、世界中に通用するキャラクターだということもあってですね、非常に強いそのライツの戦略を世界中で展開してるんですよ。それはどういうことかっていうと、例えばディズニーキャラクター独占的な権利ビジネスを展開しておりましてですね、例えばディズニーのキャラクターグッズに関しては一切の妥協を許さずに、その通りにそれぞれの国で、日本で言えばオリエンタルランドなんかでも一切修正加えられないんですよ。ものすごく強い意味でですね、その通りに作れと、その通りにライセンスを与えるから、一切のそれに対する修正追加変更は許さないと、その代わりその権利のパテント料も高いし、それなりに世界中である程度マーケティングうまい会社ですから、非常にブランドも浸透して利益を上げることができるんですね。で、じゃあ日本の例えばサンリオがディズニーと同じように非常にキティちゃんの戦略を一切の現地化に向けてですね、一切の妥協を許さずにこの通りにやれと、一切修正変更を許さないというやり方を展開したらどうなるかというと、おそらく日本のコンテンツ、例えばサンリオのキティコンテンツ、キティさんのブランドでも浸透するのは難しいだろうと思います。というのはですね、じゃあサンリオはどういう方向を取っているのかというと、そこは非常にですね、ディズニーと対照的で、むしろですね、例えばサンリオがヨーロッパなり、例えばイタリアなり、あるいはインドなり、アジアなりという時には、そのディズニーほどですね、この通り一切、その変更修正は加えない、許さないというやり方じゃなくて、むしろですね、現地のニーズに応じて非常にそのある程度現地の企業と一緒にジョイントとなって、キティちゃんの一番基本となるところだけ以外は柔軟に変更なり追加なりを加えてやってるんですよ、現地企業と。いわゆる柔軟路線なんですね、非常に。それでいわゆる浸透を図って、それがある程度ライツもおそらくディズニーに比べると低いと思いますけど、それでもそれで収益が上がっていくんですね。で、浸透していく。で、日本の場合のその戦略は従来
コンテンツ産業の場合は世界戦略と現地化戦略両方あるんですよ、うん、それどういうことかというと、うん、世界で統一して共通世界市場を一つの統一した市場として見て展開していくやり方と、うん、現地のニーズそれぞれの国や地域にニーズに応じて柔軟にやっていくやり方と両方あるんですね、うん、で、まあ、ビジネスの場合非常に強いキャラクターとマーケティング思考や権利意識が非常に強いですから世界統一戦略なんですよ、うん、日本の場合は世界で世界市場で統一していくという考え方もあるけれど基本的には現地化で柔軟に対応していくというやり方なんです ね、 ね、この差があって僕はそれでいいと思うんですよね。いいですか、うん、いいです。やっぱりね、アメリカのやり方のように、うん、アメリカだってこんなことできるのはおそらくディズニーや数社だと思うんですよ、うん、まあ極端なこと言えばディズニーぐらいのものでですね、うん、それだけやっぱり強力なブランドなりキャラクターを持たない限りそこまで言い切れないんですよ、うん、では日本の場合少しでも日本のコンテンツなりそういうものを浸透させていこうと思ったら現地の企業とジョイントしたりあるいは共同で開発したり共同でマーケティングを展開したりそれからライセンスもできるだけジョイントでやっていくと基本的なライセンスの収益は確保してでもあとそれ以外のところでは協力してやっていこうとで現地の法律や文化や商習慣やそういうようなものもできるだけ取り込みながら順番にやっていくというそういう、まあ、いわゆる方向、いわゆるワールド戦略とローカル戦略、非常にうまく使い分けていく必要がこれからあるだろうし、それをやっていかないと、なかなか日本でクールジャパンで一時的に日本の文化が非常に、その評価されて、持ち上げられたと仮に仮定してもですね、長く続きするためには、やっぱりそういうローカル戦略を、現地化戦略をしていかないと、長続き継続していかないだろうというふうに僕は見てるんですけどね。その点もね、私もは、まさしくそのだろうと思いますが、ディズニーなりね、これハリウッドなんかの、うん、コンテンツの場合は、まあ、世界中の、人々の大多数をですね、魅力するようなそういう、魅力コンテンツというか、まあまあ、これはアメリカなりヨーロッパのね普遍的な価値観なりをまあ強調したようなねグローバルまあ統一コンテンツ的なものをこれだってるわけですよね。で日本の場合はねクールジャパンとか言って一体何やってるのかというと伝統的なね日本独自のものオリジナルなねこのアニメとかね、漫画とか、うん、オタクとか、うん、それから寿司とかね、うん、そういう伝統食ですね、うんうん、それからまたこうおもてなしなんていうね、うん、おもてなしなんて、いうのを全面に出してやってますよね。だからこれははっきり言うとね、うんグローバルスタンダードじゃなくてジャパニーズスタンダードのね、うんうんローカルジャパニーズコンテンツだと思うんですね、うんうん、それでもってまあこれ一部のね、うん、まあ日本ファンは増えるかもしれませんが、やっぱりもっと世界戦略的なものをね、うんうん考えて、うん日本のそういう、コンテンツであってもね、うん、普遍的な、人類のね、うん価値観とマッチしたようなね、うん、そういうものをね、前面に出してね、うん、やっていけばいいと思うんだけどね、うんまあ、それはおそらくね、これからまあ出てくるのかもわかりませんけど、例えばね、私ね例えば巨人の星が今インドで売れてるんですよ、ね、人気テレビ番組になってます、でただし今野球じゃなくてクリケットに変更されてるんですよね。でストーリーもまあ若干同じようなストーリー基本のところは踏まえてるんでしょうけどやっぱり部分部分で修正追加加えてクリケットのまあいわゆるインド版巨人の星が今テレビ番組で売れているんですけど、まあこれ講談社やそういうところがマーケティングでプッシュしてやってますけれど、まあそれは一つの方法で、もう一つは今ちょっと前坂さんが言われたように日本発信のワールドバリューのある世界中で通用するコンテンツをやっぱりこれから
クルージャパンでエンターテインメントでも作っていく必要があるし、まあ、例えばそういうのは結構たくさんアニメや漫画にはありますよね、非常に。でだからこれがまあ一つ大きい柱になって、もう一つ僕はまあ先ほど言いましたように、日本中が世界中でワールドコンテンツ、ワールドバリューになる、世界中で通用するコンテンツバリューになるのは日本のものづくりや改善の文化なんですよ。そうね、これはね、そのままソックに通用するんですよ。だからこれは日本の、まあ、一つにはアニメエンターメンテインメントであると、ね、下に言ったらものづくりのこのいわゆるコンテンツバリューというものをもっと大事にして、世界中で通用するようなところまでブラッシュアップして、そしてして作っていく必要があるし、できると思います、うん、だからおっしゃるようにその部分でね、あまりにもちょっとね、温泉とか寿司とかね、日本的なものにこだわってますが、今ねやはりおっしゃったような、本当の、150年前のね、明治維新の段階では、まあ、本当の、ね、貧乏、ね、このアジアの小国の島国のね、世界中が、まあ、一応欧米列強に侵略されてね、植民地になった、時代に、なぜ、日本だけがね、その中で、まあ、有色人種では一人ね、まあ、一応独立を守って、まあ、戦争というものも何回かやってますが、一応、まあ、先進国にね一夜明け入ったかという、そういう面の、国づくりですね、人づくり、ものづくりのね、やはり、3つは、これからのね、まあ、この、アフリカなりね、このアジアなり、各国の、やっぱり、非常に役立つと思いますね。国づくりでね、非常に役立つと思うんですね。だから、巨人の死だって、やはり、ああいう中でね、日本一にロシアがっていったノウハウというのが非常に参考になると思うしね、都心の生活だってね、ああいうふうにもう貧乏のどん底から這い上がってね成功した物語は、ね、これは世界中の人がね大いに参考になると思うんで、あまりにもねちょっと狭いね AKB のAKB か、うん、もういいですが、じゃあ、YouTube でね、韓国のなんとかっていう、ね、のがね、10億人突破するようなね、ああいうものもどんどん、日本のメディアだけじゃなくて、海外のね、メディアなり、インターネットなり、YouTube でもってね、どんどん出していってね、で、そういうのがどうもね、日本の、まあ観光庁なり、国の面でもね、ちょっと不足してるなっていう感じがするんですけど、うん、と思いますね、私も、うん、それでまた今回の、コンテンツ、電子出版、コンテンツとかですね、うん、あの辺りを、ご覧になって感想というのは、うん、いかがですか。まあ日本の電子出版もまだ本格的になかなか立ち上がっていかないんですけれども、やっぱりコンテンツもう一度やっぱり見直してですね、ただ電子出版ということでネットに上げたりデジタル化するっていうだけじゃなくて、独自のやっぱり作り方の工夫がちょっと必要じゃないかなと、この間前坂さんと一緒に伺ってもらって一日回りましたですね。まあ僕ずっと他そのビッグサイトの各サイトと回ってみてですね、感じたのは、まあ、やっぱり、もう一つやっぱりコンテンツなんかでも独自のやっぱり電子出版内の作り方、工夫がもう一つ必要じゃないかなという感じもしましたけどね。で、どうしてもああいうパッケージ型にですね、こだわってますよね。だから、ゲームの場合でもこのオンラインゲームじゃなくて、その前のは任天堂のようなね、うん、ああいうなんていうんですか、ああいう、ゲームに最後まで固執して、うん、結局任天堂がダメだったようにね、うん、電子出版の場合は何か全て、旧来からね、うん、ある出版物をね、電子化、ね、狭けのものであって、やはり世界に向けてね、このどんどんこのオープンにしてね、
で、YouTube じゃないけど、あいまおりの中でヒットコンテンツをどんどん作っていこうという、そういう考え方はあんまりないね。また全部囲い込みだからね。そうですね、オープンにもっとする必要があると思うんですね。だから、まあ、例えばそこで出されてきたコンテンツを逆に言うと囲い込んだり、パッケージにしてそれを必死に守ろうとするんじゃなくて、その人ばっかしがなんかね、それだけじゃなくて、それをはあくまでも素材の提供であって、そこから新しいものを作り上げていくという、共同でインタラクティブに、そのサプライヤーとそれを使うユーザーとの間のジョイントなりコラボが起きて、新しいそこでまたそのコンテンツが次々その作られていくっていう、そういう広がりや期待がちょっとね、私もアメフトとちょっとないのかな。もう一くれ工夫が必要じゃないかなと。もうそれじゃないと面白みがないっていう感じがするし、新しいものが生まれてたかもしれないですね。電子産業のね、電気産業、電子産業の、松下ソニーなんとかのね、将来像がね、まあこういう段階になってるので、今も出版界もそれから新聞界もね、メディア界も同じ状況ですから、うん、もう非常にねプロマスティックだけでね判断してやってますからね、うん、やはり、人口減少のね、中でまた、ますますその産業自体が縮小していく、中で打ってね、出て世界的にヒットするねコンテンツを作ろうという発想がまだまだねほとんどないのが残念ですね。そうですね。あれはもうちょっとジョイントでやったらですね、広がりが出てきてですね、まあはっきり言ったら知恵やアイデアっていうのは、でも自分のところじゃなくてネットなり場を提供することでね、もうその作り上げていくというやり方をしないとなかなか難しいんじゃないかなという気もしますよね。